メルコホールディングスバッファロー国用サプライ株式会社バッファロー国用サプライはかつて存在した愛知県名古屋市中区に本社を置くコンピュータ周辺機器メーカー株式会社メルコホールディングスの連結子会社であった元は京都に本社を置く通電機器メーカー株式会社アーベルであった2002年6月に国与株式会社と資本業務提携し 2003年には国与の連結子会社となった。2007年に国与株式会社と株式会社メルコホールディングスが業務提携を発表。メルコホールディングスがアーベルの株式57.9%を取得しバッファローの PC サプライ部門と統合。称号を株式会社バッファロー国与サプライとした。会社は統合されたもののアーベル国与 バッファローのブランド名は共存することとなった。2011年1月にはバッファローの兄弟ブランドでエントリーユーザー向けの新ブランドアイバッファローを立ち上げた。アイバッファローの愛とは英語の愛、インタラクティブ、日本語の愛、愛、そうを意味する。2012年4月に同じグループの株式会社バッファローに吸収合併され解散した。国よ アーベルと、資本提携で、エレコム、追撃へ、アイティメディアニュース2002年6月5日、国与、アーベル連結市会社化で、相乗効果発揮へ、販路拡大と製品の共同開発進める、BCZ ビズライン2003年7月28日、アイバッファローの導入について株式会社アーベルを、連結市会社化新株予約権の行使により、国与の持ち株比率を40%に、 国予株式会社、プレスリリース2003年6月30日、メルコグループとの業務提携に関する、お知らせ国予プレスリリース2007年7月13日、国予グループとの提携、及び株式譲り受けの基本合意締結の、お知らせ、株式会社メルコホールディングスプレスリリース2007年7月13日、ABC 連結市会社間の合併に関する、お知らせ、 株式会社メルコホールディングス2012年1月11日、ありがとうございます。